おはようございます。波の木三昧です。2018年、6月17日、10時15分ですね。今日仙台新港に着いたらですね、V ボディーボードの試乗会とスクールですか、開催して、いるようですね。V ボディーボードの代表の内田さんとも先ほど久しぶりにお会いして、お話しすることができました。内田さんとは第1回の七ヶ浜町長杯ボディーボードの部で、男女混合の試合出させてもらったことがあります。ずいぶん昔の話になりますけど、ちょっとお話をさせていただきました。そうですね、内田さんパイプラインでも実績残しされている、日本の代表するボディーボードです、ボーダーですよね。そうですね、今日は波サイズ腰腹といったところですね。オンショアが吹いていて、とても冷たい、これ山瀬の風ですね。本当に、このまま行ったら仙台方面もう一度ストーブを出さないといけないような状況になってくるのかなみたいな、とても寒い日ですね。私はそうですね、今日は3枚着ていますね。寒いですね。そうですね、スクールをやっているようですね。ずいぶんボーダーが、100% 女子ですかね。男子のボーダーはあまり見受けられないんですが、日本ではなんかボディーボードは女子のスポーツという感じなんですが、ハワイとか、行くと結構男子のボディーボーダーが多くてでかい波アタックしているんですけど、男子にもボディーボード、やってもらいたいですね。とてもイージーにテイクオフができて結構でかい波にも行けて、波を楽しむにはいい遊びだと思うのですが、ちょっとやっぱ日本だと、女子の遊びっていうか女子子供の遊びっていう感じでちょっと軽く見られてかっこ悪いみたいなイメージがあるのかもしれませんね。でもやってみるとテイクオフもイージー、でかい波もいけるということで、あと年取ってからでも、ショートできなくなってもボディーボードだったら十分いけるみたいなね、そんなとこもあって、私65歳でも、まだ、ガンガンいけるっていうかね。前ロングもやってたんですけど、ロングできるか今できるかってちょっと厳しいんですよね。ボディーボードなら楽勝みたいな感じです。スクールやってますね。スクールにはいい感じ抵抗しますね。あやちゃんじゃないですかね。プロボディーボーダーの仙台出身、
佐藤彩香さんだと思われます。このポイントは完全にボーダーが、閉めてしまってますね。何名いるんですかね、相当の数のボーダーの子が入ってます、皆さんいい感じでライドしてますね、いい感じいい感じ。いい感じいい感じ。うわ、私今日パイプを持ってきてないんで、入れないんですけど、一緒に入りたかったですね。今日はちょっと長めに撮れますかね。でも大体7分ぐらいでカメラの設定で終わりになってしまうと思うんですが、今日もご視聴ありがとうございます、チャンネル登録もよろしければお願いいたします、とりあえず1000名の